キング・オブ・エジプトは2016年のアメリカ合衆国の冒険アクション映画。監督はアレックス・プロヤス。出演はニコライ・コスター・ワールドとブレントン・スウェーツなど。人間と神々が共存しているとの設定の古代エジプトを舞台に神々の争いに巻き込まれた人間の青年が死んだ。恋人を蘇らせようと奮闘する姿を描いている。神と人間が共存し、 生命の神オシリス王の統治により繁栄を誇っていた古代エジプト。しかし、弟セトのオシリス暴殺により王座は奪われ、人々は暴虐なセトに苦しめられていた。オシリスの子で王座と両目を奪われたホルスは、コソドロの青年ベックと手を組み、エジプトの王に君臨するための鍵を握る重要なアイテム、神の目を盗み出すべく、困難極まりない冒険の旅に出る。 ロッテントマトズによれば、189件の評論のうち、高く評価しているのは15%に当たる29件のみであり、平均して10点満点中3、4点を得ている。メトクリティックによれば、25件の評論のうち、高評価はなく、賛否混在は10件、低評価は15件で、平均して100点満点中25点を得ている。 第37回ゴールデンラズベリー賞で、最低作品賞、最低監督賞、最低脚本賞、最低主演団優勝、最低スクリーンコンボ賞の5部門でノミネートされ、いずれも受賞はならなかった。ありがとうございます。